続いてのトラック種目は一部男子 400m 競走決勝です。出場選手をご紹介いたします。第2レーン山田彩人、関西学院大学。第3レーン菅沼レオ、立命館大学。第4レーン森寛太、宮古成蹊スポーツ大学。第5レーン安藤翔吾、関西学院大学。第6レーン川北修斗、宮古成蹊スポーツ大学。第7レーン末永智之、近畿大学。第8レーン細野隼人、立命館大学。第9レーン野田翔太郎、京都産業大学。以上8名の出場です。第6レーンは川北県宮古成蹊スポーツ大学。第5レーンは安藤君、関西学院大学。